18世紀の後半に、天明の大飢饉があって、人口の 5% が失われていた。通常の火山の噴火、地震、洪水、寒冷、冷夏などが5年以上続いた。これを軽度のマッドフラットプラス寒冷化、小氷河期、であろうか？18世紀の後半から今知られている幕末の風景が形作られる。天保の飢饉は軽度であろう。幕末の幕府の失政のために、維新に向けた取り組みであろう。18世紀の後半に、天明の大飢饉があって、人口の 5% が失われていた。通常の火山の噴火、地震、洪水、寒冷、冷夏などが5年以上続いた。これを軽度のマッドフラットプラス寒冷化、小氷河期、であろうか？ 18 世紀の後半から今知られている幕末の、風景が形作られる。天保の飢饉は軽度であろう。幕末の幕府の失政のために、維新に向けた取り組みであろう。幕末の庶民の記念撮影に見るのんきさ。飢饉の名残は見えない。18世紀の後半に天明の大飢饉があって人口の 5% が失われていた。通常の火山の噴火、地震、洪水、寒冷、冷夏などが5年以上続いた。これを軽度のマッドフラットプラス寒冷化、小氷河期、であろうか？ 18 世紀の後半から今知られている幕末の、風景が形作られる。天保の飢饉は軽度であろう。幕末の幕府の失政のために、維新に向けた取り組みであろう。幕末の庶民の記念撮影に見るのんきさ。飢饉の名残は見えない。